ロッキード XFV-1XFV-1 はアメリカ海軍のためにロッキード社が試作したテールシッター型垂直離着陸戦闘機。サーモンというニックネームが伝えられているが正式なものではない。1951年に海軍から示された仕様に基づきコンベア社の x f 1と共作された。x f 1は 垂直離着陸及び水平飛行への転換に成功したが、XFV-1 は行うことができなかった。アメリカ海軍は1950年に駆逐艦や輸送船の甲板から飛び立つことのできる、戦団護衛用戦闘機の研究をはじめ、翌1951年、コンベア車とロッキード車にそれぞれターボプロップエンジン装備の試作機2機の発注を行った。 ロッキード XFV-1 の動力系統は、アリソン U とマイナス 40A-14 を装備して、機種の二重の三羽プロペラを駆動するものであり、短い直線翼の主翼と、X 型の尾翼を持っていた。降着装置は、各尾翼の先端に設けられており、機種を上にして垂直に離着陸することになっていた。機体が垂直になっているときは、操縦席及び計器や、 操縦装置が前に傾斜するようになっていた。設計は後に極秘の偵察機開発で名を挙げることになる名設計家ケリー・ジョンソン率いる特別開発チームスカンクアークスが言った。XFV-1 は1954年末からカリフォルニア州エドワード基地でテストを行い短い跳躍を繰り返した後、1955年。 飛行特性の試験のため水平飛行時の姿勢を維持するための仮設の固定脚を装着して初飛行した。テストでは最高速度時速 800km を記録したが、垂直離着陸は結局成功しなかった。XFV-1 は X5-1 f と共に1955年末にはキャンセルされた。完成した試作機は一機のみであり、二機目は半完成の状態で、 過重試験などに使用された。開発が中止された最大の理由は操縦の難しさであった。特に着陸時にはパイロットは無理な姿勢で後ろを振り返りながら地面を見なければならず、ベテランのテストパイロットが何度練習しても恐怖心を拭えなかった。揺れ動く感染への着艦は無理と判断された。現在はフロリダ州レイクランドの3、 N ファン博物館に保存されている。ありがとうございます。